皆さんこんにちは、ゆりのです。今日は最近お気に入りのコスメたちを紹介したいと思います。まあ、リップが一番多いんですけど、まあいろいろなコスメ最近めっちゃ使ってていいっていうコスメたちを紹介したいと思います。まずはパウダーなんですけど、この2つが大優勝って感じ。こっちはメイクアップフォーエバーのスキンセッティングパウダーなんだけど、まあ、こんだけ大容量だし、すごいキメが細かいパウダーだから、スピンの時とかでもすごい整えてくれる感じ、お肌が綺麗になるので、どんな時も最後日焼け止め塗った後でも、お化粧バッチリした後でもセッティングパウダーとしてこれはめっちゃ使ってます。で次こちらのジバンシーの新しいやつなのかな、で前からあるよねこれ、プリズムリーブルルースパウダーっていう、しかもこの4色なんだ。これが結構気に入っててこんなカラフルな4色なんだけど、めっちゃ肌なじみが良くて、お粉ってこう白っぽく、なんか例えばフラッシュで撮った時とかにちょっと白浮きしたりとかするやつもあると思うんだけど、これはすごいそれがなくて、その光を使って綺麗なお肌を見せてくれるみたいな感じで、こんな色なんだけど全然この色に、まあ、なったらやばいじゃん、ならなくて、こんな感じで、お肌にすごい馴染むんだよね、この色なんだけど、これもすごく気に入ってます。なんかどんな時もなんかお肌に光が当たった反射で綺麗に見せてくれるから、こういういっぱいな色なんだって、不思議だよね。めっちゃいいです。まあ結構すっぴんの時はこっちが多くて、メイクした時はこっちが多いかもしれないけど、パウダーってめっちゃ大事、ゆりのすごいテカりやすいからパウダーちゃんとしなきゃいけない。で次は眉毛部門なんだけど、眉毛はエピソードビューティクスのアイブロウを使ってます。これを何がいいかっては、自分的には絶妙な太さと硬さ、柔らかすぎず硬すぎずなので、こんな感じで、でこっちのブラシでぼかすっていう、このブラシもすごいゆりの的には重要で、なじませるにはすごいこっちのブラシが重要になってるんですけど、最近は髪の毛を黒くしたので眉毛を明るくしたいのでラテのカラーを使ってるんだけど、今まではもうずっとオスカーを使ってて、これでぼかして眉毛を作ってます。でこのぼかしが結構大事で、これのおかげでこのノーズシャドウもこうやってかけて手でぼかしてっていうのを毎回、これはノーズシャドウ代わりにもなる、オスカーの色は特になのでめっちゃ気に入ってる。これはまあマストだね。あと色がめっちゃ自分的には好みで、でそれに今日はこの、これめっちゃ気に入ってるんだけど、ダイソー100均なんだっけ、韓国のダイソーで買った眉毛マスカラ、これ試しに明るい眉毛マスカラ買ってみようと思って買ったんだけど、なんかブラシもちっちゃくてこんな感じで結構眉毛がなくなる、明るくなって眉毛の印象を落としてくれているので、ゆりの的にはこの髪の毛にして眉毛暗いのにいいなって思ってるから、これも最近めっちゃ毎日買ってます。しかも安いよね、これはマジで買ってよかったなって思ってる。100均ダイソー、韓国の100均ダイソーです。100均なんだけど300円ぐらいで、次はアイライナー部門なんだけど、これ多分みんな知ってると思うんですけど、普通にキャンメイクのクリーミータッチライナーなんだけど、これ今まで黒か茶色をずっと使ってるんだけど、これはもう欠かさずずっとポーチの中に何年も入ってるんだけど、最近新入りしたのがこの色で、自分的には9番を使ってるんだけど、なんか赤髪の時とかにピンクメイクとかしてた時によく使ってたんだけど、今日もでも一応使ってる。なんかこのね、このね、こういう色で、こういう色をしてるんだけど、こことか、ここにね、こうやって塗って、ちょっと目の下が赤くなる感じ、ピンクっぽくなる演出、こうしてるところから。でも、ここら辺にも塗ってんだよ。ちょっとだけ目の下が赤くなって、可愛くなると思って塗ってます。最近この絶妙な赤ピンクっぽいクリーミータッチライナーをめっちゃ使ってます。で黒はもちろんこの目頭に入れたりとか、囲みメイクにするときに全部これでやってます。こう上の方にもやったりとか、まあ、クリーミータッチライナーは皆さん知ってると思うんですけど、まあ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃずっと
対もっとインライナーは引いた方がいいって感じで、マスカラはエピソードビューティクスのマスカラをすごく気に入ってます。今日もやってるんだけど、下地をやることで本当にまつげがめちゃめちゃ伸びるし増えるので、こんなに綺麗なまつげが作れてる感じかな。とりあえずマスカラは下地は絶対マストで、全然落ちないから、このマスカラはクマみたいにならないしパンダにもならないし、これはめっちゃしっかりとコーティングされる、固まってカール力も1日これは本当に落ちないので、このマスカラはガチでおすすめです。今ネットで買えるんですけど、お店では買えないかネットで、9点とかで安くなって買える時もあるので、ぜひお早めに買ってください。これはマジでいっぱい持ってた方がいいと思うで、次はアイシャドウなん、アイシャドウってかキラキラなんだけど、キラキラこれ最近キラキラにちょっとだけハマってて、なんか夏だし、なんか大きめの激しめのラメが欲しいなって時に、これをコスメデコルテのダズリングジェムアイカラー、これは1番のムーンっていう色なんだけど、今日もここら辺につけてるんだけど、なんか大きめのザラザラっとしたラメで、結構輝きがザキラキラみたいな、もうわざとらしいぐらいキラキラにしたい時にこうやってバーって、ちょっとパーティーっぽい時に塗るのもいいし、普段に普通にあんまりメイクしてない時でもこれ塗っとけば、なんかちょっと可愛い、ちょっと可愛いなみたいな感じです。おでこテカってきたから、今日はちょっとファンデーションをしないでメイクしてみたんですよ。家から出ないから、このパウダーするとしないかでテカリ具合が変わるよね。いいテカリ具合になる。アイシャドウか、アイシャドウは最近のお気に入りといえばもっぱらこのシャネルのオンブルエサンシエルアイシャドウのワンカラーの228番のこのピンクの色でピンクメイクをして、238番のこのカーキっぽい色の、今日はそれをつけてる、カーキのアイシャドウ、この2つで最近はアイシャドウは終わらせてます。マジでこの気分で、あ、可愛くしたいかかっこよくしたいかだけで、このピンクかカーキかでどっちかいつも、まあでもどっちかっていうとイルナこのカーキの方をおすすめしてて、ピンクメイクの時でも使ってるし、ちょっと締め色みたいな感じで、じゃあ次はリップをいっぱい紹介したいなと、こんなにいっぱい紹介したいなって思うんですけど、全部超お気に入り。まずはこれカイリーのリップバターが結構優秀で、これはイルナリップ何バターなんかリップ美容液みたいな感じで、メイクする一番最初らへんに使って、あのオフしてまたリップを塗るっていう感じで使ってるんだけど、マジでこれ結構その1日唇がカサカサにならないし、色も持ちも、まあ、色の持ちはリップ次第だと思うんだけど、なんか塗り直したりしてもカサカサしない、皮がめくれたりしてこないので、このリップバターは結構優秀なんだなと思って使ってます。色はないです、乳白色みたいな色でも、グロス代わりにも多分使えるんじゃないかな、上からこういう色、これ本当に縦じわとかもあんまり気にならなくなるし、結構優秀な感じがする。あ、これチークも忘れてた、これチーク&リップなのかな、ちょっと韓国語で読めないだけど、フィーブって読むのかなってところのハイパーフィットカラーセラム、チークとして使ってるんだけど、この色はなんて読むんだろう、何色これ、濃いめのピンクでこういう風に出してこうやってぼかして、結構ねサラサラなセラムっぽい、ほんと美容液、これをこうやって最近は今もうすでに塗ってるんだけど、こうやってチークにして、もうなんか最初から赤いみたいな感じのチークになるんだけど、なんかすっぴんの時、今日はそれこそ一応チークしかつけてないんだけど、なんかそういう時とかにもセラムって感じだから、美容液だから色のある美容液みたいな感じなのかな、わかんないけど、そのチークにしても肌に悪くないんだろうな、これコリアのブランドで、使いやすくてサラサラで、あのベタベタもしないので、でなんかもうその上からパウダーもよくするんだけど、あのこういう感じで自然な色に、こんな見た目こんなピンクピンクなんだけど、意外と塗ったらこうやって落ち着いてくれるから、なんか見た目も可愛いし、これ使ってます、フィーブってとこので、今じゃあつけてるリップは、最近はこの NARS のリップにめちゃハマってて、 NARS エクスプリシットリップスティックのこれは800番です。ダダン、こんなに素敵な色、これがこの色、なんかねこの色めっちゃいいと思わない？いいと思うなと思ってこの色を選んだんだけど、なんていうの、落ち着いたベージュだけど、なんか白っぽくないからギャルっぽくなりすぎないけど、なんか全体の顔のバランスは口にあんまり一番に来ないぐらいの落ち着いたトーンのベージュで、すごいいろんな格好にも合うし、メイクも今日ぐらいちょっとこう囲みメイクじゃないけど優しくもないけどみたいな、こういうメイクにも合うし、囲み目メイクとかにも使ってたし、
絶妙なベージュ感で、白っぽすぎるとギャルだなっていう人も多いと思うんだけど、このベージュは落ち着いたメイクをしたい時とか落ち着いた唇の色を求めてる時にマジでぴったりな色感だと思う。これが800番です。で、そのリップペンシルで、リップなんだっけ、ライナーで縁を囲ってるんだけど、これは結構毎日ぐらい使ってるかも。マックのコルクっていう色なんだけど、この色は結構こういう色なんだけど、意外となんて言うんだろうな、自分の唇っぽい色にしてくれる、なんて縁を気整えてくれるからイルナは気に入ってるのと、リップペンシルだけでも色が完成するので、イルナ的にはこの色をどっちにも使えるからおすすめしてます。なんか赤っぽい時とかも意外とこれを使っても邪魔しないので、上から赤を塗ってしまえば縁を整えるって意味でもこの色、コルクって色はめっちゃおすすめです。で、その次に好きなベージュの色なんだけど、ちょっとだけ落とすね。コルクの色はちょっと見ればわかるかな、こういうベージュの色で、これプラダのモノクローム SM ウェイトレスリップカラー B の108番。この色にもすごくハマってて、こっちは結構白っぽいベージュ、なんかどう、これも結構リップペンシルとの相性が良くて、周りとのちょっとコントラストがあるから、なんかいるのがこういうリップ好きなんだけど、それを演出してくれる。結構白目でギャル目なんだけど、これもあんまり白すぎないけどピンクっぽさとベージュが入ってるから、なんか白いリップって結構白っぽいベージュのリップってあんまり理想なやつがなかなか色的には見つからないって、白っぽすぎるか濃すぎて全然意外とベージュじゃなくて持った色じゃなかったりするんだけど、このプラダの108番、 B の108番はめっちゃちょうどいい、嫌じゃないこれぐらいの感じだから超おすすめです。ちょうどいい白が欲しい人はめっちゃおすすめ。その次におすすめのリップね、このとりあえずナーズのシリーズがめっちゃ良いの。なぜならマジあんまり取れないんだよね、これ。ツヤがちょっとあるっていうか、サテンっぽいさ仕上がりにしてくれるのに一日中結構持つんだよね。この2、とりあえず4色ゲットしたんだけど、この次に一番使いやすい色は803番、この色なんだけど、かわいい、かわいくないこの色。この色は803番で、なんかもう一番使えそうな、この赤、オレンジ、朱色、ベージュみたいないろんな色が混じってちょうどいい。この色はめっちゃ可愛いくて使ってます。てか使える、めっちゃ使えるって感じ。なんか赤っぽいのをつけたいけど真っ赤じゃないなみたいな時とか、ちょっとこう馴染みのある人っぽい色はこれめっちゃ可愛いね。この色、これは本当に結構誰にでも合うんじゃないかなみたいな、一本持っといたらいいような色だと思います。次、これは意外とピンク、882番。この色はなんか自分の運命の色だみたいな感じにだって選んだんだけど、ちょっとピンクなの。結構可愛い時はこれつけたいなって感じ。下がもともとの色、唇の色消さなかったからちょっとピンクが強いんだけど、わかるかな。結構ピンク、なんかちょっとピンクっぽい、メイクもっと薄くてチークももうちょっと薄い時とかになんかピンクのリップしたいのね最近、それでピンクのリップも選んだんだけど、でもこれやっぱ可愛いかも普通に。この色も結構馴染みがいい、882番なんだけど、馴染みのいいピンク、嫌なピンクじゃないと思います。これも結構好き、ピンクのリップって可愛い。で、ここでもう一本ナーズのやつあるんだけど、これはちょっと濃い色だから後でやるね。この2本を紹介します。これはエチュードハウスのリップ、このこういうリップ、メルティングって書いてる、それの4番のベージュの色なんだけど、これは結構リップクリームみたいになってて、ちょっと上から塗って、ピンクの上から塗っちゃうんだけど、すっごいもったりしたリップなのね。見たらわかるかな、もうすごい上から層を作ってくれるみたいな、もう元からグロスみたいな。そう、こんな風にもう唇ももったりするし、なんかこれはなんかツヤツヤにしたい時、ツヤがしたい時のでもったりしたリップしたい時にかなりおすすめ。ちょっと上から塗ってるから、ピンクの上からだとちょっと色分かりにくいかもしれないんだけど、こういう色です。さっきのピンクがこれ、これ口の色を綺麗に戻してから塗ると本当にこの色のまま上に、これが上に乗っかる、この唇に乗っかるって感じ。でもこれも結構いろんな色と混ぜて上から塗ってもこのもったり感は続くので、結構可愛いなって思うのと、結構これつけて YouTube とか撮ってることも最近多くて、これはどこのですかって聞かれたやつもあるか、可愛いね。これはもうもったりリップ、めっちゃもったり
エチュードのもったりリップで、その後にもうちょっとピンクが残っちゃってる。これロム&のグラスティングカラーグロスっていうグロスなんだけど、カラーグロス02番、これはこれも結構気に入ってて、これもスピンの時とかにも合うんだけど、これはグロスなんだけど、なんか本当に膜を作ってくれる、唇にガラスみたいな グロスです。なんかさっきのもったり感とはちょっと違うのがわかるかな。なんかサラッとしてるんだけど膜が張った。これも結構使ってて、これはこの色は結構薄めなの。こんな感じ塗ってこんぐる風に色が発色する感じかな。ちょっと今はねピンクが残っちゃってる。あのこれも結構縦じわとかを気にならなくなる、本当に綺麗に膜がついたみたいな。これも結構気に入って、これだけでも全然綺麗だし、最初の方に塗ってたベージュ系、このベージュとかの上からもっとツヤ感が欲しい時に上から塗ったら色を邪魔しない色だし、なんかそのままでも使えるし、これもツヤが欲しい、やばいライトが消えちゃったけどいいか、これもツヤが欲しい時に使ってます。じゃあ最後に一番濃ゆくて気に入ってるやつね。ごめんなさい、本当にライトの電池が切れちゃった。886番この色なんだけど、結構見た目ほどは暗くならないかも。結構なんかなんていうの、なんかブラックベリーみたいな色かな。こうやってさ近くで見たら意外と、近くで見たら意外となんか、あ暗めの紫っぽい色かなって思うけど、遠くになったらちょっと結構やっぱ暗いか、この色とって感じだよね。この色はもうすごい強めのメイクをした時とかに黒髪になったからすごい合うなと思ってゲットしました。この色もナナみたいになれる気がして自分は使ってます。この色もなかなかないし、音落ちたらだるいから、こういう色ってなんかこうちゃんと綺麗に塗ってなきゃかっこ悪いから塗るのめんどくさいなって思ってたんだけど、取れたら嫌だから。でもこのリップはストローとかで飲んでてもストローにちょっとついたりするけど、思ったより唇が取れてなくて、友達になんかそのリップすごいね、全然取れてないって言われたの、このリップの色をしてる時に。でこのリップの色ってさ取れたら一番わかる色じゃん、でも言われて、え確かにってなって、結構色落ちがないからこのリップはめっちゃおすすめです。特にユリの時にはこの色だけど、まあでも全部おすすめ。というわけですいません、最後の方色が消えちゃったんだけど、これでおすすめのコスメたちの、最近のおすすめコスメたちの紹介を終わりたいと思います。バイバーイ。Best out of all of them. I read every letter you sent.